ポールハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン軍に属す市で、ある。ポールハイム市は、ギーセン軍南部に位置し、大学都市ギーセンと直接境を接している。ポールハイムは、リュッケバッハ川沿いに位置している。ポールハイム市は、北はギーセン及びフェルンバルト、東は、リヒ、南は、ミュンツェンベルク、西はラングゲンス及び、リンデンと境を接している。 ミュンツェンベルク以外はいずれも沖セ戦軍に属す市町村である。ドルフギュルク、ガルベンタイヒク、グリューニンゲン区、ハウゼン区、ホルツハイム区、バッツェンボルンシュタインベルク区がポールハイム市に属している。各市区は地区委員会を持つ地区行政管区でもある。リメスの土塁と復元された監視等木作ポールハイムの地域内をオーバーゲルマニシャーリメスが通っていた。 ポールハイムという地名は、かつて存在した村の名前、プファールハイムに由来する。これはさらに、リメスにその語源があるガルベン大妃という地名は、ガルバルトの多くに由来する。中世、北部の集落は、ヒュッテンベルクの四方圏下に置かれ、南部の集落は、アムトガムバッハに属した。ホルツハイムは790年に、初めて文献に記録されており、 グリュー人間とドルフギュルは799年、ハウゼンは886年、最も新しいガルベンタイヒとバッツェンボルーンは1141年に最初の記述が残されている。グリュー人間は中世にはすでに固有の自治体であり、1400年から都市圏を有していた。ポールハイムの北側はシッフェンベルクの麓に千九9 6 0年代に建設された。 ギーセンの住宅地、ペータースバヤーと境を接している。1974年9月4日にポールハイムは、スタッドとなった。ポールハイムは、ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日に、ドルフギル、ガルベン大ヒ、グリューニンゲン、ハウゼン、ホルツハイム、バッツェンボルンシュタインベルクが合併した。ポールハイムという自治体名は、 町域の中央に位置し30年戦争で荒廃した集落の名前に由来する。バッツェンボルンシュタインベルクのアルテ・キルヒエ、ミッテルヘッセン地方の住民は主に福音主義の信者である。1954年から1955年にバッツェンボルンシュタインベルクのキリスト教会が建設され、1955年7月24日に建造された。この集落の最初の牧師は、 1606年または1607年にすでに設けられていた。あるテキルヒエは現在のポールハイム市域で最初の教会としておそらく1141年に建設された。シフェンベルク修道院の創設と時代的に近い。この教会堂は2006年に大規模な修復を受けた。本市の各区には多くの歴史的な村の教会が残されている。 ドルフギルの福音主義改革派協会、ガルベン大ヒの福音主義協会、グリュー人間の福音主義協会、ハウゼンの福音主義協会、ホルツハイムの福音主義改革派協会である。バッツェンボルンシュタインベルクのカトリック聖マルティン教会、第二次世界大戦後、多くのカトリック系難民が、ポールハイムの集落に移り住んだ。この頃に、ハウゼンの聖ヘドビヒ礼拝堂が設立された。 この礼拝堂は、バッツンボルンシュタインベルクシクに、カトリックの聖マルティン教会が新たに建設された後、シリア聖教会に売却された。損傷した聖ヘドビヒ礼拝堂が解体された後、2013年、同じ場所に、シリア聖教会の教会モアハットビス書房が設けられた。ガルベン大ヒでは、モアバーソモ教会が1999年に完成していた。 第三のアラム系協会組織がバッツェンボルンシュタインベルクシクにある。ポールハイムの協会活動は自由福音主義協会ポールハイムや3つの地区に分かれてある福音主義、スタッドミッションともにある。さらには新首都派協会がバッツェンボルンシュタインベルクシクにある。2011年3月27日の選挙以降、ポールハイムの市議会は37議席で、 構成されている。ポールハイムの市長は2015年2月1日からウードシェフマンが務めている。彼は2014年9月28日の選挙で過半数の56.4%の票を獲得して当選した。この選挙の投票率は52.3%であった。ポールハイム氏は1975年5月1日に以下に記述する文章の使用を許された。 図柄、赤字に、金の三角図形。三角図形内には、青いリメスの監視塔が描かれている。向かって、左に、金の多くの枝。向かって、右に、金の五線譜と金の八分音符。ポールハイム氏は、以下の都市と、姉妹都市協定を結んでいる、バッツェンボルンシュタインベルク駅ポールハイムは、D 線からゲルンハウゼンに至るラーン金地比、鉄道沿線にあり。 バッツェンボルンシュタインベルクとガルベンタイヒニ駅がある。ただしバッツェンボルンシュタインベルク駅は実際にはゲイセン市に属すペータースバヤー地区にある。公共旅客近郊交通に関しては本市はラインマイン交通連盟のサービス地域に属す。また、ポールハイムはアウトバーン A5 号線のミュンツェンベルクインターチェンジ A45 号線のギーセンインターチェンジ A485 号線のシフ,フェンベルガータールインターチェンジからアクセスできる。グリュー人間宿をドイツリメス自転車道が通っている。この自転車道はライン川沿いのバートへ人間からドナウ川沿いのレーゲンスブルクまで全長8 1 8トルのオーバーゲルマニシュレティシャーリメス沿いの自転車道である。ギーセン郡では飛行用車の0.6%が農林業。 26.6%が製造業、72.8%がサービス業に従事している。ギーセン軍の軍域では人口1人当たり平均602.9ユーロの市町村税が徴収される。これはドイツ全体では中レベルの税収入である。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはいない。ありがとうございます。